尻市のニセコ町から倶知安町につながる北海道新幹線羊蹄トンネルの工事現場です。硬すぎて掘り進められなかった巨大な岩が特殊な薬剤で爆破されました。この岩のため工期は4年遅れましたが、爆破できたことで工事が前進するはずでした。しかし昨日夜、品質管理の試験で虚偽の報告があったことが分かりました。施工業者の熊谷組など共同企業体が羊蹄トンネルの有島工区でコンクリートに含まれる水分量の検査やコンクリートが固まる前の柔らかさを測定する回数を偽って報告していたのです。コンクリートの強度が基準に達していない可能性があり、昨日から専門家による調査が始まっています。熊谷組によりますと、検査員の不足により回数を偽って報告していたということで、二度と同様の事態を起こさぬよう再発防止策を講じるとコメントしています。トンネル工事で最大の難所であった巨大な岩をようやく取り除いたと思ったら、今度は虚偽報告の発覚で調査のやり直し、結果によってはさらに工期が遅れる可能性も出てきました。